高木特子、高木特子、高木と子、旧姓長井、1891年2月15日から1919 19年3月30日は、日本のダンサーである。大少年間の一大ムーブメントである、浅草オペラに、アメリカ流のダンスで火をつけた子で知られる。トーシューズで踊った、日本初のダンサーである。後に離婚して、長井特子、長井特子に戻る。 1891年、明治24年、東京市神田区今川工事、現在の神田神保町に生まれる。長井谷一の繊細の子であり、父親の長井は、旧幕臣で、印刷局の技師をしていた。神田高等女学校を中退し、ママ母らの勧めで1906年に15歳で、高木沈平と結婚し、渡米へ、11月末ニューヨークに到着。平は料理人、 徳子はメイドとしてアメリカ人宅で働く。関東の日系人に誘われ、日本園、庭や茶店、雑貨店があり、歌などの余興を見せる日本村を手伝った後、ピッツバーグで日本人経営のホテルを手伝う。ボストン近くの行楽地で日本雑貨の売店を開いたが、しばらくしてうまくいかなくなり、下働きを嫌って芸人になることにし、 ボストンのストーン劇場で夫婦で手品を披露する。手配師の世話でカナダに遠征し、旅芸人として各地を巡業する。徳子は歌がうまく、同業の外国人から歌を習う。ニューヨークに戻ってから正式に歌の勉強を始めたが、生活費のためにアメリカ各地を巡業。ニューヨークで音楽家の高織修一から勧められてダンスを学び始め、 アメリカ流の小ビジネスに目覚める。ポルトガル人に、ダンス、イタリア人にパントマイムを習い、インド人の舞踏一座に加わる。ピッツバーグの茶商に職を得て、同社経営の喫茶店のスタッフとして働く。ニューヨーク郊外の映画会社と夫婦で契約し、役者として働いた後、チンペイは役者を辞めて、特子のマネージャー的存在になる。ロンドンに渡り、特子はトロカデロ他、 数カ所の劇場に出演し、好評を得る。ロシアから誘いがあり、公演を始めたが、1914年、大正3年に第一次世界大戦勃発し、8年ぶりに帰国する。1915年、大正4年2月1日、23歳で帝国劇場で国内デビューを飾る。この時のイタリア人、ローシーの振り付けによる、ローシー夫人との 無限的バレエは、喝采をさらった。表面上は何もなかったが、ローシーと徳子のダンスは異なっていたため、心理的に対立していたようである。同年4月4日、ピアニスト沢田柳奈吉の紹介で、イバタと出会う。同年11月、ダンススクールを設立する。離婚を求めて裁判所に訴え出る。この頃夫、陳平の暴力に耐えかね、自殺未遂、別居する。 1916年、大正5年、岩の勧めもあって、世界的、バラエティー一座を旗揚げし、同年5月27日から10日間にわたり、浅草公園6区の活動写真館、キネマクラブで、昼夜連続公演を行う。これが、いわゆる、浅草オペラの講師となった。同年7月に一座を、解散、9月に岩と組み、 弟子たち、及び5月に解散したばかりの定劇洋楽部のメンバーの一部と共に新劇団、歌舞劇協会を、聖、川上貞役子の一里の合同公演を交付。暮れには、赤坂区ため池、現在の港区赤坂市の二丁目あたりでいた。徳子と岩の歌舞劇協会は、翌1917年、大正6年1月22日、浅草六区の根岸工業部、 常盤座でオペラ、ジ女軍出世を上演、大ヒットする。ここから、浅草オペラの時代が始まるとされる。リヒャルト・シュトラウス作のサロメは、石井清志が絶賛した。1918年、大正7年、美勢のカルメンで石井との共演を果たす。徳子は1919 19年、大正8年1月より、小畜の専属女優となったが、そこまでの経緯で、 陳平、伊い、との別れがあった。松竹とは前年に仮契約を交わしたが、それは夫である陳平との競技離婚を成立させるための手切れ金が前借りできることを意味していた。1918年、大正7年離婚は成立し、芸名は長いとくことなった。松竹に買収された歌舞劇協会は、京都の明治座、大阪の弁天座で講演をしたが、 弁天座での講演中に岩と徳子は意見の衝突を見せて岩は帰京し、そのまま徳子と別れ、一座は空中分解となった。また松竹は本契約の延期を申し出ていた。徳子は加納賢治を頼ることになる。1917年の暮れ、加納は歌舞劇協会と徳子に興業士として席渡。加納は神戸を縄張りとする役座だが、 な田いさとの三影町にある、休暇出身で財力と腕力を備えていた、旦那役座であった。全国の親分や右翼と交際したが、中国を旅行し、浜甲子園で15日間の大相撲工業を行い、矢和拳試合という柔道とボクシングの試合を工業したりと風変わりだが、行動力に富んでいた。同時に、神戸の親分だった、富永亀吉が、 中山八十吉に殺された事件、ロンドン軍縮会議に反対して、若月玲二郎が暴漢から襲撃された事件は関与が指摘される。可能のもとには、彼が不機嫌であるという理由だけで、テロの実行犯となる文下生がいた。1918年、大正7年に市座は再結集されたが、今は合流しなかった。小畜との本契約も成立したが、 九州巡業中の1919 19年に教師する。当時の新聞の中では3月20日、福岡県加古郡飯塚町、現在の飯塚市飯塚の飯塚座で、発作で倒れたともあるが、九州日報などの地元紙によると、飯塚から大牟田まで移動する上では、問題はなった。3月23日、大牟田の村尾病院に入院した。度重なるヒステリーの発作は、 彼女の心臓に負担を蓄積しており、心臓病も併発。3月30日朝9時に死去。28歳坊津。ヒステリーは、徳子の一生で何度も繰り返されたが、小畜から借金を背負っての工業上の不意、可能との関係を取り沙汰する一座内での不和も、挙げられるが、可能の精神的、肉体的な暴力が要因とする説もある。内山総重郎の、 浅草オペラの生活は三文的表現により暴力を印象づけ、加納は松竹が雇った用人坊で特子に暴力を振るったという内山説を支持する形で加納は性的な暴行を加えたとするコラムも存在する。特子の伝記を表した、曽根秀彦はピス、剣法力説は村尾医師による医学的な知見により肉体的には 形跡がないと否定されたが、両者の出会いを不幸なものとする、人々の記憶よりは消えなかったとしている。台東区谷中の明園寺に葬られる、同年、手切れ金をもらっていた元夫の高木は主記、狂い字にせる、高木徳子の一生、成文社、1919年を発表する。徳子の下で育った弟子には、後の、根岸市大歌劇団のスター坂一横、 後の小竹蒲田撮影所の映画女優、梅村洋子、河井澄子らがいた。堺は徳子の墓を混流した人物である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。